サロウィン原宿でフリーランス美容師をしている児玉です。今時珍しいなみたいな、なんか道場破りじゃないけどバーって来ていきなり雇ってくださいみたいなことってなかなかこう勇気がいることだなと思って、根性あんなって思って、でじゃあ一緒に一回働いてみようかみたいな感じで体験入店みたいなのから始まって、でもその時から普通にうまかったんですよ。あ、全然うまいし根性あるし、あ、もう雇わない理由ないなって僕は思って採用っていう感じだったんですね。なんか切ってほしいっていうか、もう雇ってほしいなと思って単純に結構全面に出た。そうで、パーって行って、なんか新規カルテも書いてるんですけど、もうなんか履歴書書くぐらいのノリで書いて、何書いたか忘れましたけど、でどうぞって言われて座って、どうしますかって言われて、あの僕美容師になりたいんですけどみたいな、あの雇ってもらえないですかみたいな、カウンセリングの時に言って、でおーみたいな技術のね追求みたいなのはやっぱり一緒にすごいしたよな。しましたね。僕もまあ先輩だけどその時流行ってたハイライトとか、どうやったらこのハイライト出せるみたいな、めっちゃディスカッションしましたね。毎日そんな感じで美容が楽しかった時期だったな。天童のおかげで、そう、僕の仕事もすごい楽しかった時期だなっていうのはありましたね。実際昔はもうだって上下ライダースにもうトレトレで、言葉遣いとかも全部トレトレ で、あのカウンセリングもその当時結構オラオラで、でモヒカンでモデルを入れなかったら、なんで入れてんのねえのみたいな、大阪帰ればみたいな、でモデルを入れても下手くそだな、やんなくていいんじゃんみたいなどっちなのみたいな地獄やでもやめたいとかないもんね。やめたら後ないんだよ。そっか。それこそ天童くんは僕のことをね師匠みたいな感じで思ってくれてるし言ってくれたりするんですけど、もうね僕はそんな、僕が天童を教えたなんて育てたみたいなおこがましいこと言えないぐらい成長しちゃったんで、もう全然何も心配ないというか、勝手にね息は大きくなるだろうし、勝手に天童も有名になるだろうし、もう何も心配ないところまで本当やってるし、すごい頑張ってるし、ただただ僕はもう今本当、まあ、別に直属の先輩後輩ではなくなったし、また何か一緒に働ける機会があればいいなとは思うんですけど、何かねもう友達みたいな感じよねでもまあ師匠っすね。マイメン？あざっす。ベレーザ渋谷代表の流星と申します。なんか2週間ぐらいだけお店かぶってる時期があって、はい、あんま喋ってなかった。喋ってないですね僕は一方的に怖かったですねそれずっとめちゃくちゃ怖かったずっと言い続けるで、なんかバックルームである日ちょっとだけ一緒になることがあって、ただまあ僕から話しかけるのはちょっと怖かったんで、まあ、ずっとこう携帯いじってインスタやってる振りみたいなずっとやってたら、天童さんがなんかインスタどういうのが意識してやってんのとか、どういうスタイルが好きなのみたいな、ちょっとなんか結構怖めできてで、なんか僕がちょっと本音言おうと思って、ぶっちゃけやりたいスタイルじゃない、やりたいスタイルじゃないけどやらなきゃいけないことやってからやりたいスタイルやろうと思ってますみたいな、そしたらまあ天童さんちょっと共感してくれて、若干多分それがきっかけで徐々にこう会話するようになったっていう、うん、確かに一番はこう人柄に惹かれた感じですね。もう完全にまあもちろんスタイルとかそのまあ売り上げとか結果とかお店やってることとかいろいろあると思うんですけど、まあ、それももちろんこう尊敬してる部分あるんですけど、っていうよりはもう一番は本当人として、誕生日でなんか急に天童さん現れて、おいみたいなタンプレくれて、何この人と思って、やばいなと思って、やばい人だなと思って、僕もこう天童さんに、まあ、お返ししてっていう感じで、なんかすごいもう本当にこう、まあ、兄貴というかすごい可愛がってくれてる人で、まあ、それで本当に、まあ、あんま美容師さんで、まあ、僕の上の人でここまでこう、まあ、自分が素で入れるというか、まあ、結構素なんですけど、まあ、さっき言ったようにこう雑というか、なんかこうはっちゃけられるというか、なんかそういう人が初めてできたんで、もうだからどう見えてるってよりはもう兄貴みたいな感じで、なんか本当に何でも話せるし、何でもくだらないことを教えてくれるし、逆にでもすごいためになるというか、そういう人ですね。なんか生き方がかっこいい
言葉ではちょっと難しい言葉をよく使うんですよ彼。ロジックとかね、あのそうそうそう、頭いい人が使いそうな言葉を使うんですけど、まあそれはそれでまあ頭いいから別にいいんですけど、そんなことを言ってると、あの本当に流星のことを知らない人ってちょっと冷たい人なのかなとか、ちょっと機械的な人なのかなって思ってる人って実はあの僕にも言われたりするんですよ。流星君ってどんな人みたいなって言われるんですけど、まあ本当に近くにいるから分かるけど、誰よりも人間臭くて、誰よりも泥臭いところを知ってて、人間なんですよね。めっちゃ自分の目指したところを明確に持って、そこに向かっていくその原動力というか、そこもまあそれこそさっき言った頭もいいし、あの行動力もしっかりあるし、でちゃんと技術があるし、全部揃ってるがゆえのその結果にコミットする部分というか、あこれ言ってたよねみたいな、ちゃんと成し遂げたよねみたいなところが、なんか本当有言実行する男というか、なんか男としてかっこいいなと僕もすごい思うし、美容師としてももちろん尊敬してる部分もたくさんあるし、だけど人としてかな。だから流星が1000万超えたとか、なんか雑誌に取り上げてとか、フォロワーが何万人いてとか、結構流星のことを深く知らない人ってそこにフォーカスすると思うんですけど、僕は逆に流星が仮にね、例えば腕怪我してお客さんできなくなったとか、インスタがなくなっちゃったとか、もうそういう能力を使えなくなったとしても、俺は流星のことはずっと好きで言い続けると思うし、なんか本当に美容師じゃなくなっても人として本当に好きだから、ずっと言い続けるだろうなって勝手に思ってる感じですね。そんな人、いやもう好きになりそうですねもう俺が一番気持ちいいですね、むしろ流星の目指す場所とベレーザの目指す場所を聞きたいかな。あーなるほど。もう今年は本当にこうみんなが僕をいい意味で利用できるように手助けしてあげたいなってイメージなんで、だ目指す場所は確かさっき最初言ったように、若干こうベレーザ自体がどこまで行くかっていうのはみんなが多分思ってる想像だったり、まあ、僕だけの想像じゃいけないとこだったりするんで、まだ多分みんな若いで、まあ、ちょっとこう模索中感はあると思うんですけど、まあ、僕自身は本当にもう行くとこまで行くとこまでこう登っていきたいなっていう、まあ、業界でまあこうしっかりこう発言力というか影響力、まあ、これが流行ってるとは流行るしとか、シンプルにこれがいいって言ったらいいしみたいな、やっぱそういうやっぱ影響力は持ちたいなっていうのはありますね。まあ、自分が結構楽しいことだなって思いましたね。みんなに必要とされたりとか、オンラインサロンやっててみんなに必要されたりとか、流星さん憧れてますとか、なんかいろんなことをこう言われる1年だったんで、すごいそれが僕は楽しいなって思いました。なんか売り上げる1000万やるってことよりもそっちの方が楽しかった、はいはいはい、正直いろんな人に必要とされるっていうのがなんか普通に嬉しいしっていうのはありますね。みんなに対してホスピタリティ高くて、で自分に対してはストイックで、だけどこう感謝を忘れないでみたいな、なかなかいなくないすごいと思うよマジで。あもういろんな失敗を犯してきたんではいはいそれでめちゃくちゃ学びましたね。一番聞きたいのは美容師としてどこまで、うんうんうん、どこまでって、まあそんなどこが正解とかないですけど、うんうん、どうなるのが最終目標というか。あビジネス的な部分も好きでいろいろ考えたりするけど、美容って僕めっちゃ一番好きで、まあ、いろんな趣味とか仕事とか、趣味と仕事を一緒にするとかっていうのはどうかっていうのはあると思うけど、美容っていうものが一番好きだから、あの美容としてお金を追いかけたくなくて、だから好きなものしか作りたくないし、まあ、こんなこと言うとあれかもしれないけど、好きなお客さんしかやりたくないし、自分の好きなものと似てるものを好きになってくれる人をずっとやってたいなとか、なんか大好きなお客さんに囲まれたいっていうのがまず一つと、それを実現するためにはというか、本当に一番お客さんのことを考えたくて、これ綺麗事じゃなくて美容師っていうもので利益を求めてないから言えることやけど、世の中の美容師がもっと本当に上手になればいいって本気で思ってるから、いろんなお客様がわざわざ表参道とか原宿とか渋谷とかに来なくていいようにしちゃった方が楽じゃねっていうか、お客さんはね、家の近くの美容院行って完璧に仕上げられたら一番幸せだと思うから、なんかそういう意味でオンラインサロンじゃないけど、なんかそういう
コンテンツを今作ってたりとかっていう感じですね。その先駆者になりたいというか、まあ、生活するためにお金が必要っていうんだったら美容以外のところでしっかり稼ぐから、美容師は好きなことだけやってたいって感じです。でそれに共感してくれる人はどこよりも満足させるし、共感してくれない人をわざわざこっちが信念までてまで呼ぼうとは思ってないって感じです。ゴールってなんだろうっていうと、好きなことだけをやらせてくれるお客さんに囲まれる自分でいたいみたいな感じかな。個人のゴールはね、息としてのゴールはやっぱり息は何やってもいいよっていうふうに伝えてて、ただまあこけたら全部俺が責任持つからって、ただうまくいったら君たちのおかげでしょっていう話はずっとしてて、なんかそういう場所になってくれたらなっていう。そこの美容部門なだけの話で、なんか別に飲食をやればそういう箱を、飲食を好きなやつがそういう箱でやればいいと思うし、また別の仕事だったら別でやればいいと思うしっていう。でこっから別に彼らが幸せでお金はそっから多少入ってくるとして、自分の体は好きな美容をやるっていう感じにしていくのが一番ゴールかなというか、目指しているところかなって感じですね。まあ次世代のカリスマでしょ、間違いなく。それ以上でもそれ以下でもないけど、多分10年後あの美容業界以外でも彼を知らない人はいないんじゃないかなと思いますね。兄貴っすって言ってる、もう兄貴兄貴っすね、言ってくれるんだよそれでも日本一熱い男だなって。だから天童さん結構ズバズバ系じゃないですか、こうトゲあんなとか思うけど、でも僕もなんか天童さんがもし何かこう会った時とかに絶対こう助けたりとか、なんか僕自身がそれは天童さん悪くないだったりどうにか正当化するみたいなってぐらいになる。だから僕もその天童さんにこうしっかり頼ってもらえるように、やっぱこうしっかりさっき言ったら影響力だったり、それってやっぱ人を守れたりもするんで、なんだろう、僕のやりたいこととかを聞いてくれたりとか、まあ、いろんなこうことをね話してくれるんで、まあ、使命じゃないですけど僕がやっぱやりたいこととすごい合ってるんで、まあ、こんだけ助けてくれるんだから僕も助けたいなっていうのは本当に思ってるんで、アンミニーとアイドットの、経営もしてます岩です。よろしくお願いします。はい、アビー銀座の代表してます菊池です。よろしくお願いします。若くてこんなに成功する人いるんだなっていう、なんかそれはまあ彼もそうなんですけど、彼じゃない子も他に何人か若くして成功してる子がいて、その僕がその年齢の時ってそんな感じじゃなかったなっていうところから、すごい時代が来たなっていう印象ですよね。怖いじゃないですか見た目一瞬、なんか超ヤンキーみたいな感じでろくでなし感が出てるのに、実際に会ったりとか話したりとかしてみると柔らかくて、多分お客さんが来た時もそういう対応してるんだろうなっていうのを、友達同士っていうかね、もう仲間同士でもそれを感じさせることができるって、これ多分相当な努力と相当な意識、自分のその高めようという意識がないと多分変わらないはずなんですよこの雰囲気って。だからそれだけモチベーションが高かったりとか意識が高いから、今これだけの若くしてインスタの成果だったりとか、あとあれだっけ、ハンサムショートの生みの親ですよね。一応そうですね。自分で自らをその産んでいくっていうのは、これはねなかなかの才能ですよ。発祥は何なんですか自分の。元々僕その教えてもらった人っていうのがカルチャーを大事にしたスタイルを作るって言われて、カルチャーね、文化、うん、文化ね、うん、なんでハイライトバレイヤージュは、うん、西海岸のサーファーがやるもん。なるほど。ロングで前髪なしにしかするなって言われたんですよ。で実際その当時ロングのデザインカラーばっかりいたんですけど、で僕もともとショートでやる前からデザインカラーが大好きだったんですよ。でやってたらそのロングのデザインカラー推しの美容師がめちゃめちゃいて飽和状態だから変えなきゃいけないと思って、でもショートの当時のショートヘアって丸っこくてちょっと頑張って巻いてるようなのがヘア型でも多かったんですけど、でインスタでショートはほぼいなかったんですけど、じゃあ巻いてるショート僕あんまり好きじゃなかったの当時で、スッっていうショートが好きだったんで、そういう女の子が好きだったんでクールな感じの、それ切っちゃえばいいんだねと思って切って、名前捨てたいなと思って、なんか愛着湧いちゃってそのウィークに、名前捨てたいなと思ってウィークリネすごいねいやいや俺もそうだよそうだってウィーク可愛くなるもんね。そうなんですよ、なんとかショートっていう風にしたいなと思って、
で、あのハンサムショートっていうのと、うん、イケメンショートっていうの、迷ってたんです、いいな、そのイケメンショート。女っぽさっていうのを大事にしたかったので、イケメンショートがちょっとメンズっぽいなって、今ほどショートが女性に求められるスタイルではなかったので、インスタ上では、だったら女性の心をつかむんだったらイケメンよりはハンサムだった、いやもうセンスがいいよね、っていうところでショートをやってったんですけど、ショート美容師がめちゃめちゃ増えてきてホバ状態にまたなってきたから、もともとやってたハイライトとかバリアージュをそこにひっつけて、なるほど、あの文化を大事にしろっていうふうに言われたのを完全に無視して作ってみたらバズったっていう、なるほどね、だからもうライバルがいないしね、そうですね、先駆者でやっていく方がね。それこそミニショートのミニはどこから来てるんですか？ミニちゃん、ミニちゃんでしょ。ていうか逆に言うと、まあ、あんまり言ってないからさあれなんだけど、オリジナリティ、自分のカットに名前をつければいいなと前から思ってて、で例えばショートの神様とかさ、ハンサムショート、考案者とかってさ、やっぱ代名詞があった方が人がなんていうの、興味を持ちやすいじゃん、分かりやすい。じゃあそのインスタ上でパッと見た時にこの人何が売りなのかなってなった時に、じゃあショートの神様って言われたら引きがあるじゃないですか。で自分がカットしたものにシンプルにただ名前をつけてこう、要するに例えば靴だったらナイキとかアディダスあるじゃん、ナイキにもいろんな靴の種類あるけど結局ナイキってマーク入ってるじゃん、だからそれで僕が切ったのにただミニショートってナイキが入ってると一緒なんですよ。だから逆に言えばお客さんがミニショートにしてくださいって来たとしてもどれってなってるんですよ。だからやっぱり自分が切ったものに誇りを持ったりとか売り出したければ、やっぱ名前をつけるっていうのはもう最低限のなんか売り出しのあれなのかなっていう感じはしますけどね。だからミニショートじゃなくてもなんかこういう時もそうじゃないですか、じゃあキクボブとかミニショートとかね、ハンサムショートとかっていうの自分の名前がついてると話しやすいし、うん、結構いろんなところからヒントを吸収してます。例えば本当にメイクの CM とか、あ、オバショートじゃなくて、え、オバショート、あ、そっちも使う。まあでもイチローっすよね。